長里ゆうきのうさぎチャンネル。どうも皆さんこんにちは、長里ゆうきです。さて今回はですね、9月29日に発売されます e スポーツ FC24 というゲームがですねありますよね。でサッカーゲームなんですけれども、まあ、そのゲームですね、あの昨シーズンから2023からですかね、 NWSL のねチームの選手が、こう加わってですね、女子選手がですねかなり多く取り入れられてですね、ヨーロッパの、チーム含めアメリカのリーグですねの女子選手がですねこうゲームでこう使えるようになってるんですよ。まあプレイしたことはないですけれどもでまあその中にですね、あの日本人の女子選手がですねまあいるわけですよ、何人か。まあそのね一人に私も入っているんですけれども、でね、まあ、こんな感じで本日各選手に配られておりました。はい、e スポーツからですね、Welcome to the club ということですね、こんな感じでいただきました。これね中身は入ってませんでした、ゲームの残念ながら。なんかね記念みたいな感じでしょうかね。実際に開けてみましょうか。じゃじゃん、中身なし、残念まあまあプレイステーション持ってないから別にねいいんですけれども、はい、でも私は実際あの任天堂スイッチを持ってるので、あのスイッチ今回2023バージョンはスイッチでの発売がなかったんですけれども、24バージョンですねスイッチの発売があるということですね、早速プレオーダー、しました。到着が楽しみでございます。はい、プレイするかどうかは別として、あ、まあ、私ゲーマーじゃないんで本当ゲームしないんですよね。まあそれは置いといてということでですね、今回はですね気になる日本人女子選手のレートはということでですね取り上げていきたいと思います。まずですね、と女子はですねドイツ、スペイン、アメリカ、イングランド、フランスは全チームが入ってる形となっております。でスイス、スウェーデン、スコットランド、ポルトガル、イタリア、オランダ、チェコ、からですね各リーグから1クラブのみのこう選手となっているので、あの全選手は入っていませんということで、この中でですね日本人が所属している、リーグはですねスペイン、アメリカ、イングランドですね、この3つからですね、この3つのリーグにでプレーしているあの日本人の選手が入っておりましたので、その選手たちを早速紹介していきたいと思います。まずですね、スポルティングウェルバに所属しています伊藤美久選手ですね。総合ポイント68ということで、セントラルミッドフィルダー、引き足は右、23歳、若いですね。すごくバランスが取れてる感じですね、見た感じ。冷静さ高いですね、71、まあ、冷静な感じしますよね、このちょっと顔から冷静な感じ伝わってきます。はい、だいぶ、スペインリーグに所属してる選手ということですね、まあ、あまりこのプレースタイルをっていうかプレー自体を見たことがないので何とも言えないんですけれども、守備意識が低いってなってる、これちょっと気に回りますけど、そんなことないと思ってます、私スペインでプレーしてるのであればということで、はい、伊藤美久選手ですね。はい、はい、続きましてリバプールに所属する長野風花選手、総合ポイントは74ポイント、24歳、若いっすね。でプレースタイルにティキタカ、テクニカル、トラッパーってなってますね。トラッパーってなんですかねトランペット吹きですかね、なんか気になりますね。このシルバーな背景がちょっと気になるんですよね、かっこいいな、なんか一人だけシルバーな感じ入ってますよね。なんかこの数字とプレイスタイルが一致してるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、私的にはなんか一致してないんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるんですけれども、長野風花選手、ね、私はセクシーって呼んでるんですけど、セクシー選手、もうちょっとポイント高くてもいいんじゃないかなって思うんですけどね。だから本当にこれポイントとプレーの、評価が、実際のプレーとですねこのポイントがちゃんと評価されてるのかどうかっていうのは危うすぎるなっていうのは正直思っております。はい、続きましてノースカロライナカレッジに所属する三浦成美選手、写真が可愛いですね。なんかね、髪の毛長かった時代はいつだったのかな、総合ポイント75ポイントということですね。まあね、なるみのプレースタイルは大胆なパス予測って入ってますけど、まあ、大胆なパス出すかな、結構地味に地味なパスをちゃんとつなぐ選手だなって感じはするんですよね。でたまにいいスルーパスとかも出しますよね。
っぱりそのアメリカに来てからすごく頑張ってるなっていう感じはしますし、あのね、チームのスタイルすごく合ってるので、良さがすごく発揮されてるなって感じがするのでね、頑張ってほしいなと思うんですよね。で、守備が特にいいんですよね。守備71え、結構高いのかな、これわかんないですけど、あのタックルもしますし、あの守備の意識も高いですし、その対人に対しての、ね、前を向かせない守備とかすごくうまいんで、ここをもっともっと評価していいかなっていうふうに思うんですよね。だからこの数字は当てにならないんで、私の勝手な主観で話します。はい、ということで三浦成美選手、写真が若いですね。続きまして、ウエストハムに所属します、林穂乃果選手、25歳。若いね、みんなね。何にプレイスタイルはなしという、まあ、結構プレイスタイル見ててもね、地味にね、ちゃんと仕事をするタイプだなっていうのは見てると感じますね。まあ、ウエストハムでのプレーもあまりちょっと見れてないんですけれども、そうですね、なんか守備がすごくね、いい選手かなっていうのは実際見てて思いますね。ワールドカップでも点取ってましたけど、守備に優れた選手かなっていう、そのボランチのところでね、なのかなっていう気はしますね。うん、イングランドリーグこれからね、もうちょっと見ていきたいなっていうふうに思いますね。今シーズンはもうちょっと頑張って見ていきたいと思います。はい、もうちょっとプレースタイルね、語れるようになるまでしっかり見ていきたいと思います。はい、続きまして、ウエストハムに所属します清水梨沙選手、こちら総合ポイント79となっています。プレースタイルはパスカットが得意ということで、まあ、サイドバックなのでシュートのね、ポイントはすごく低い感じになっておりますけれども、はい、なんかフィジカルそんな弱くなくないかっていう感じはしますね。もう少しフィジカルね、これちょっと高くてもいいんじゃない？ちょっとわかんないけどだから本当これ誰が評価してるんだっていうのがすごい気になるんですね。このポイントどうやってつけてるんだろうっていう、ちゃんと試合見てるのかなっていうのがすごく気になりますね。うん、なんで、まあ、ウエストハムにもね、あの今度は植木選手も移籍したのでね、あの3人日本人が選手がいるのでね、まあ、しっかり見ていかなきゃいけないですね、イングランドリーグこれからね。うん、見ていきます。はい、続きまして、ポートランドスローンズに所属する杉田ひな選手、はい、杉田さすがですね。プレースタイル、高精度、鋭いパス、予測、フレア、シールド、容赦なし、なんかよくわかんないですけど、なんかすごそうですね。フレアってなんだろう、シールドってなんだろうちょっと謎ですけれども、まあね、利き足左だけどね、やっぱ左右両足精度高いっすよね。うん、杉田もね、守備得意だと思うんですけど、普通になってますね。まあ、意識と得意とまた違うのかな、ね、ドリブルやっぱ上手いんでね、ドリブルもできるし、シュートも上手いし、パスも上手いし、うん、判断も優れてるし、すごくオールラウンダーですよね。加速、スプリント速度、うん、なんか私の中で杉田はどれを取ってもピカイチっていう感じなんですよね。そのゲームの理解度とかも含めて、うん、まあ、フィジカルの部分はどうなんだろう。すごい華奢だけど、すごいピンピン今日ね走りながらね、対人プレーとかもこなしてるし、すごく、うん、そこはなんかそんな弱くないだろうって思いますけどね。だからね、私数字でこうやって評価するのやっぱ好きじゃないんだよな。杉田の良さはさ、数字じゃ測れないと思うし、っていうかそれはみんなに言えるんだけどね。うん、あんま好きじゃない。82ポイント。はい。杉田でした。続きまして、マンチェスターシティに所属します、長谷川唯一選手。はい。長谷川選手。ティキタカ、パスカット、シールド、トリベーラ。トリベーラってなんだよ。また謎の技だな。これゲームやる人なのかわかんないのかな。ほんとわかんないですね、プレイスタイル。プレイスタイル的には、結構攻撃の意識の方が高い感じがするんですね、守備意識よりも。だから、まあなんかボランチっていうよりは少し前目でプレイした方が良さは生きるのかなって感じはしますけれども、トップ下とかのあたりですね。まあ、でもチームではなんかボランチで出てるじゃないですか。だから、まあトップ下とかで使った方がなんか良さが生きるのかなとか思ったりしますけれども、まあね、ボランチだと結構ね、身長もいると思うんですよね。守備の部分でもそうですし、これ数字当てなんないですよね。26歳。26歳になるんですね。はい。ということで、長谷川唯選手、82ポイント。続きまして、エンジェルシティに所属する遠藤純選手。はい、エンジェル・ジュンですよ。まだ23歳なんだ、エンジェル・ジュン。若いな。シールド、俊足、容赦なし、トリベーラ。いや、俊足ですよね、確かに。トリベーラってなんだよ、ほんと、トリベーラ。謎だな。誰か教えてください、トリベーラ。守備がやっぱ低いっすね。まあ確かに攻撃的な選手なんで、ここはなんか納得ですけれども。加速、スプリント速度が速いですね。うん。ドリブラーがやっぱ上手いっすよね、ほんと。この間ね、エンジェル・シティと試合があって、
って収納と話しかけに来てくれたんですよ。初めてです、本当。去年ね、2試合やったけど1回も話さなかったんですけど、今年に入って2試合目にしてようやくね、話しかけに来てくれました。23歳、エンジェルジュン。まあ、一回りも違うんでね、それは緊張するよね。てか私も緊張して話しかけに行けなかったっていうのもありますよ、先輩として。ダメですね、この人間性、どうにかしないと。シャイすぎるんだよ、ダメだ。うん、でもね、あの話した感じすごくね、ピュアな感じがすごく伝わってきたし、まあ、すごいね、あの LA を楽しんでおられるようだったので、このままね、もっとなんか結果出してほしいなってすごい期待してるんですよね。得点とアシストでもっともっと取ってほしいなっていうのは思っております。はい、エンジェルジュン頑張れ。続きまして、シカゴレッドスターズに所属する長里優希選手。うわー、私ですよ。総合ポイント84、これね、高すぎやしませんか。私そんなじゃないと思うんですよ、84ポイントもつくような。あ、私今自分のこと35歳だと思ってたら36歳だった、ごめんなさいプレースタイル、ループの達人。ちょっとこれよくわかんないです。私のプレースタイルってループの達人なんですか？それしかない。それしかないってことない。でも確かにちょっとわかりづらいプレースタイルはしてると思うんですよね。こう地味に見えないところばっかり、こうね、やってる部分はありますしね。ただ納得いかないのは、この守備の意識っていうか、守備力低すぎないですか？結構タックルするし、結構スライディングしますよ。前線からの守備の意識結構高い方だと思いますよ。なんだろう、インターセプトとかも結構しますよ、ボランチでプレーした時は。うん、ここの部分はちょっと納得いかないですけど、まあ、うん、まあいいか、まあいいか。うん、フィジカルはまあ、うん、そうですね、いいっすよ。ドリブルそんな上手くないから、こんな高いポイントをつけてほしくなかったですね。ペースが意外と速いですよね。加速とスプリント速度が意外となんかこう速いんですよ。まあ、実際あのここの36歳にして、あのそのスプリント速度上がってるんですよね。マックススピード更新したんですよ、今年。 29.7 キロ、時速、あの時速ですよ。自分でも驚いてます。アメリカに来た時 27. 何とかぐらいだったんですよ、時速マックスでも。そこから2キロ時速上がったんですよね。不思議、年齢上がってるのに。まあでもね、上がった理由は自分でも分かってるんで、全然ね、ここは不思議で何でもないんですけども、ただ84はちょっとね、高すぎやしませんかっていう自己評価です。でそのプレイスタイルがループの達人なのにちょっとよくわからないっていうのは、ここはちょっと言いたいですね。うん、ここに関しては、はい。なので、まあ私的になんかこの84はちょっと高すぎやしませんかっていうのが自己評価でございます。はい。ただあやが昨日ね、宮間あやですよ、LINE、このなんかリンク送ってきたんですよ、日本人のレートのランクの。いきなりリンクだけポンって LINE で、もうシェーン、恥ずかしい、こんな高くてって言ったんですよ。けどあやは世界をちゃんと評価してる、なんかすごく嬉しがっておりました。はい、ということで以上、日本人選手の気になる評価ということでですね、紹介しました。ということでですね、こちらこんな感じでですね、あの記念にいただきました。あのしっかりね、自分の評価のところもこうやってつけていただいて、いただいたのは嬉しく思います。はい、嬉しいです、ありがとうございます。ただこんな感じでね、数字で評価されるのは選手としてあまり好きじゃないです。サッカーってなんか数字じゃないところ、見えに見えないところの影響がすごく数字に影響するスポーツですし、それって個人が出す、ね、数字、他の人が出す個人的な数字に対して、他の人 の, その見え目に見えないその影響っての数もうね、計り知れないですよ。で、数字が高い人が高い数字出せてるのって、その周りでその選手に良い影響を与えてる人がもちろんいるからですし、それはやっぱ点取れるのもそうだし、アシストができるのも周りでやっぱり良い影響を与えられる選手がいるからこそ、その選手が活躍できるですよね。ね、なんかその目立つプレーだったり、なんだ、点を取る、アシストする、なんか派手なプレーをするとか、なんかもうそういうところが結構重視されがちじゃないですか、なんか最近のサッカーって。なんかそれがなんかビジネス的なこう観点、視点というか、その目に見えるものだけにこうね、人々の目がこう集まるというか。けどなんかやっぱり自分的な価値としては、そういうね、あまりこう目に見えないところというか、これを絶対にやっておかないと、あのサッカーの本質がすごくそれっていってしまうっていう部分ですよね。なんかそこをやっぱり大切にしていきたいなっていうところがあるので、なんかその辺の価値観を一緒にやっぱ共有できる人とやっぱ仕事したいなってのは
思いますし、なんかそういうところをなんかちゃんと数値化できる人とかがいてくれたらすごくいいなっていうのは思いますし、なんだろうな、なんかこういうゲームでもまあもちろんね、なんか自分がちゃんと評価されてるのかよくわからないですし、なんかその他の選手がねちゃんとした評価をされてるのかっていうのもちょっと微妙だとは思いますし、結局なんか人によってその評価基準って変わるじゃないですか、何を価値にしてるかによってね。まあでそのあたりはね、なんかこの e スポーツというこの数字だけでは語れないことがたくさんあると思いますので、皆さんもですね、こういう数字に惑わされずにですね、しっかり選手がねどのような、ことに対して価値を抱いてプレーをしているか、どういうね気持ち心を持ってプレーしているか、その辺に対しても注目をしてくださると嬉しいなっていうふうに思います。ただ私の数字は高すぎます。以上です。他の選手もちょっと高くていいよっていう感じでございます。でもありがたくこの評価を受け取りたいと思いますし、自分自身のクオリティももっともっと上げていけるように頑張りたいと思います。そして皆さんぜひね、このゲームぜひ購入する価値があるかどうか分かりませんけど、もし買った際には女子選手ぜひ使ってですね、いろんな選手がやっぱりいるので、そこでなんかねこういう選手がいるみたいなのね知る機会にもなると思うので、ぜひぜひ、あの世界の選手ね結構所属してるんでね、あのそこでね、あの選手のことを知る機会でもあったりすると思いますしね。今回やっぱ任天堂スイッチが入ってるのはでかいと思うので、はい、スイッチ持ってる人結構多いと思うので、ぜひぜひ購入して私と一緒にプレイしますか、どうしますか私も練習しとこうか、しときますか。私ひどいですよ、こういうゲームすると全部タックルいってイエローカード2枚もらってレッドカードで退場みたいな、すっごい多いんですよ。もうタックル大好きなんでもう人の足削りに行っちゃうみたいなね、のがちょっとやっぱね、ダメなんですよ、向いてない。はい、ということで本日は以上になります。今回はですね、e スポーツ、FC24 について、取り上げさせていただきました。ここまで見てくださった皆さん、ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。まだファンクラブ会員に登録されてない方はぜひぜひ概要欄の方に飛んでいただいて、こちら無料となっておりますので、ぜひぜひ登録してください。10月の下旬あたりにですね、あのオフ会イベントをちょっと開催予定でございます。まだ詳しい日程は決まっておりませんが、そのあたりで調整したいと思っておりますので、皆さんその辺の準備もよろしくお願いいたします。では皆さん、またね。